イギリス、ロンドンのウェストミンスター宮殿の時計台時計台、あるいは時計塔とは時計を周囲から見やすいように上部に高く掲げられた建物や塔のことである。キリスト教圏において時計台はよく教会や都市の公会堂、シティホールなど社会的な公共施設として設置されることが多かったが独立した時計台として建てられたものも少なくない。 時計台がある。小学校時計台は小等に時計を備える形がよく知られており、時計の文字盤は建物の正面のみの場合もあるが、複数の方向や往々にして良い方向に設置されることもある。大きな鐘で時刻を告げるものや、一定の旋律に合わせてメロディを奏でるものなどがある。今日では時計台の大半は街のランドマークとして、 美的な景観を作り出す面が大きい。以前は時計本来の目的である掲示機能が重要な役割を果たしていた。20世紀半ば以前は大半の人たちは腕時計や懐中時計といった自分の時計を持ち歩かず時計台の時報を当てにしていたからである。機械式時計はヨーロッパでは10世紀にはその記録が見られ、14世紀頃には各地に今に残る。 時計塔が建設されている。17世紀には、振り子時計や、懐中時計が実用化されているが、今に比べて高価であったり大型であったりしたため、街中で時刻を共有するためには、時計塔は欠かせなかった。また、懐中時計などが普及した近代においても、クオーツ時計ほどには正確でなかったため、 時計台の時報で自分の懐中時計の時刻を修正することが少なくなかった。現在でもヨーロッパの古い街で波は個人が時計を持たなくとも不便を感じないほど街の各所に時計台が残るところがある。したがって時計台は街の中心付近に建てられ街の中で最も高い建物であることが多かった。各地の小学校や旧生中学校、大学、 役所や時計店などでも象徴として時計台が築かれた例が多くあったが、そういった古い時計台の大半は建物や時計機械自体の老朽化、被災によって消えていった。世界で最もよく知られている時計台を三つ挙げるならば、イギリス・ロンドンのウェストミンスター宮殿のビッグベン、インドムンバイのラジャベー・タワー、そしてモスクワ・クレムリン宮殿のクレムリンタワー。日本国内では、 伊豆市の辰空楼と札幌市土境台が日本最古級として知られている。辰古郎は古郎として建てられたもので、札幌市土境台は札幌農学校の演舞場として使われていたものである。東京の服部時計店、京都の同志社大学、秋田栄館、京都大学100周年記念館、大阪の生駒時計店。 横浜の横浜市開港記念会館など歴史的建造物でありランドマークとして親しまれている。また世界で最大の時計台はサウジアラビアのメッカにあるアブラージュアルベートタワーズで時計の大きさは直径46メートルにもなる。この建物が竣工されるまでは東京都渋谷区にある NTT ドコモ・代々木ビルが世界一大きな時計台であった。フィクションに登場する 時計台の例として、映画、バック・トゥ・ザ・フューチャーの、ヒルバレーのタウンホールの時計台があるの正面上部に、設置された大時計である。また、時計台そのものではなく、時計台からの落下シーンが有名な映画に、プロジェクト映画ある。ありがとうございます。